おはようございます、カイチです。皆さんお帰りなさい。ちょっと期待してる祠ですね、これ欲望の坂。そう、もうね、勇者のなんとかとか言われてね、欲望はものすごいですよ今。さあ、あ、すごいね。ちっちゃいやつが。あれが危ない。おお。まさかカルピーがあんなに転がってくるなんて。これが、これ、うわっ、これで終わり。まあ、多分ね、今思えばマグネキャッチででかいやつを捕まえて、それを盾にしていった方が早かったね。はい。ん？違う。期待してるのと違う。え？普通の祠じゃん、これ。なんだ。ちょっとさ、ちゃんと充電してたのに、なんで。じゃあこっから中国からダルボ行き行くルートで探索してみましょう。そう、今回は探索ばっかですね。ここを探索するでしょ。でよくよく考えたらこっち探索してないでしょ。でそうなってどうしようね。まあ普通に考えたらこっちだわな。でも多分今日はこの辺行ったら1時間経って配信終わりそうな感じですね。これが、おお、面白いな、発見。でも矢が足らんな。で、矢を節約するために自分自身を強化すべし。攻撃ロワークどれだ、これか。指がつりそうになる。お、何本使った？30本ぐらいか。怖。あ、1個か。ちょっとね、今回はのんびり回ということでロードさせていただきます。目標コア2個以上。こういう時に限って、そうだよね、こういう時に限ってなんですよ。2個、まあ2個ありゃいいか。復活するんだね、バーゲンって。あ、コロブ様。これがあるときは大体何かが飛んでいる。しかもかなり遠い。打たさせていただきます。
いや、全然届かんじゃん、あれ。あ、だわ。ガンガン上がっちゃう。惜しい気がする。いい感じ。じゃないよ。何にもないな。何にもないと思わせといていきなり出てくるパターンだな、これ。ほっ、くそー、本当に何もないかもしれんな。なんか言うじゃん。すぐ火がついたな。やばい。食らったのかな。やばい。マックス。ちょっとやりすぎた。おっ、切れました。バッテリーが切れました。ああ、強制終了ですわ。まあ時間的にもね、ちょうど1時間ぐらいなんで、今回の配信はここまでにさせてもらおうかなと思います。チャンネル登録と高評価をお願いします。ということで、今回ご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。